Mac Corporation。 物を作る機械や省力化を助ける設備機器、新たなテクノロジーの実現のため日々進化しています。高精度な設備機器には高品質なワイヤーハーネスが不可欠です。設備機器にはこのような例が挙げられます。複雑多ポイントであることが多く、機器によって特徴があります。配電盤では盤内1回路ずつを配線して製造する方式が多いです。端末がコネクタであれば検査は容易ですが、丸端子などを含む場合は工夫が必要です。配線、抵抗、耐圧、絶縁、瞬断、すべての試験が必要です。指タッチで導通を確認し配線作業をサポートする製品もございます。ロボット用では複雑な動作、屈曲に耐える組ハーネスが必要です。ノイズ耐性、通信距離向上のためツイストペアケーブルが用いられます。この際ペア割れが発生していると期待した効果を得られないことはもちろん、信号品質の劣化を引き起こします。配線、抵抗、瞬断試験に加えてペア割れの検知もハーネス検査機で行うことで、高品質なケーブルとすることができます。エレベーター用ハーネスは長く多ポイントで複雑です。試験としては配線、抵抗試験が行われていますが、検査機で製造指示を出しハウジングを行う進捗型試験で運用するケースもございます。また長尺ケーブルである場合は導通判定をディレイさせ正しく判定する必要があります。半導体製造装置では巨大なハーネスが用いられ、その場合は数千ポイントが必要です。配線、抵抗、耐圧、絶縁、瞬断、すべての試験が必要です。高電圧の多ポイント検査機は特注にて実績がございます。ご要望に合わせた試験仕様や運用面のカスタマイズもご提案可能です。設備機器のハーネス検査に多くの実績がございます。品質の高い効率的な検査は Mac コーポレーションにご相談ください。 Mac Corporation。